皆さんこんにちは。アートエンディングの代表西本です。本日は高額にならない事前相談のコツとはということをテーマにお話をしていきたいと思います。やっぱり、正直葬儀代金って皆さんいくらなの、どれぐらいかかるのっていうのは、もう私はこの業界も20年以上いますけど、その当時から気にしている方々多かったですし、今もやっぱり多いんですね。で、実際じゃあどうすればやっぱりそこの費用が明確になり、余分なお金かけないで、お葬式を挙げることができるかっていうのは、本当、昔からですね、結構こう関心が高い部分なんですね。で、最近はいろんな手段が、インターネットとかチラシとか口コミだとかといろんなのがあるんですけど、実際じゃあ何をポイントに見ていけばいいのかと、そこをですね、今回はちょっと掘り下げてお話していきたいと思います。まずですね、直接会っての印象というここの部分なんですが、昨今そのインターネットの普及が、すごい影響としては大きいんですけども、実際でもインターネットを見てじゃあ電話しましたよとかメールしました、じゃあどうなのかと、直接会うわけじゃない、こう離れたところでのやり取りで、書類が送ってくるとかメールが送ってくるという形で見積もりをもらうことはできるんですが、実際そういう場合はほとんどが、窓口の会社とのやり取りで、じゃあお葬式の時はっていうと下請けの業者さんが来るということは、あれ見積もりのやり取りした人と違う業者さんなのっていう方が来て、その対応がいいか悪いかも、正直運のみで、かつ値段もこうあるけどって言って、いやこうやっていろいろ実は追加されますよ等のことは、トラブルとかね、やっぱりどうしても起きます。なのでそういうことが起きないようには、まずは直接会うということが大事です。事前にですね。でそれで担当者や、その会社のスタッフの方の印象というのはやっぱり、大体これで会えば分かりますので、ただ離れてるところでのメールや電話のやり取りはちょっと難しい。でまずは会ってみる、そこが一つのポイントになります。で次が1円単位の見積もりということで、これはやっぱりこうざっくりと概算で見積もり出すみたいな、または見積もり出してくるまでいいですけど、見せるだけでこんな感じですよっていうので、済ましてしまうような業者さんが未だに多いです。でそうなるといざお葬式の時に、いやなんか金額例えばね、100万以内できるよって聞いたのに、いざ葬儀になってみたら、いや150万200万ってなんで倍もするの、倍以上しちゃうみたいなことも起きてしまう。やっぱそういうのは不安だし嫌ですよね。で後悔のない見送りをするためにやはりまずはちゃんとした見積もりを事前でも出してくれる業者さんっていうのは、信頼性は高いかなと思います。そのためにこう1円単位に正確な見積もりをちゃんと出してくれるところ、ここが大事です。ざっくりでいくらですよっていう、いざとなればこれも追加とかありますけどみたいなこと言ったり雰囲気を感じたら、いやじゃあ本当のお葬式の時ちょっと金額変わるんじゃないのっていう不安が感じられるとしたら、やはりそこは安心して頼むところじゃないよなっていうことで、1円単位の見積もりをちゃんと出してくれる素直で正直なところ、これは今でもちろんありますので、しっかりとここも一つのポイントとして覚えておいていただければと思います。で、次は、近所での本当の評判ということで、最近は自宅の近くの人たちのこう評判もそうですけど、本来の口コミってそういうところですよね。それが今ネットでの例えば Google の口コミとか、あそこも、直接書けるわけですよね。もう利用したお客様等が直接言い葬儀だったよとか、またはいやー良くなかった、高かった、思ったよりも高額だったとか書かれます。あそこはやはりこうやっぱ素直に、口コミで書いていただいているのもあります。なので一つはインターネットの Google の口コミっていうのはあそこを参考にして、なんかよく桜とかやらせでこうなんか良かった良かった良かったと同じような文章をすごい書いてあったり、星だけがたくさんついてるみたいな、それって信用性逆になくて、一人一人のお客様がどういうことをこうお葬式としての感想を持ってるかっていうのをちゃんと書いてあるか、これを見てみて、あちゃんと一人一人の感想を書いてる、しかもそれがいい印象だった、担当者優しかった、良かった、
費用も抑えてやれたというようなことが書いてあれば、やっぱりそれはそのちゃんとお客様が直接書いている口コミというふうに判断もできます。それと、あとやはりでも実際のところは近所でお隣さんが先月お葬式やって、あそこ良かったよと、費用もねそんな高くなくて対応良くて、あ本当にね良かったよということを聞ければ、まあそこも間違いないですね。あのそれなら私の時だけ高いっていうことはまずないので、近所での評判っていうのは本当一番正直あの間違いのないものだと思います。で次にその Google の口コミとかっていう感じですね。で、まあ実際本当にお葬式というのはいざその時そのサービスを受けてみないと本当の感想っていうのはわからないんですが、だからといってなるべくこう遠ざけて考えたいという気持ちもわかるんですけども、もともとそのどこに頼めば安心というのもわからない状態で初めてお葬式をやるという方にとってはやはりこう高額にならない、そして後悔のない見送りをするためにはやはりこう事前の相談、こちらをしっかりとしてポイントとしてはこの3つのポイント、これでこの印象が間違いないというふうに感じられるのであればほぼほぼ問題なくいい形でのお葬式そしてお見送りができるかなと思いますので、まあ、正直私ども、まあ、ここしっかりこういうふうに書くからにはアートエンディングを守ってやってるんだよねっていうふうにね、感じていただけることかなと思うので、我々もしっかりといい形での後悔のないサービスの提供をですね、心がけていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、気軽にですね、お問い合わせといただければなというふうに思っております。はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。